こんにちは、いかがお過ごしですか？失われたと言われていた映画のフィルムが、短縮版とは、いえ発見されたのは、嬉しいことです。陶器音楽映画で、つぶらやしの特撮と、聞けばさぞかしファンタジーな映画だろうと想像してしまいます。特撮映画だけではなく、その後の日本アニメの下地と、言えるものがこのファンタジックな映像の中に潜んでいたのではないかと期待してしまいます。やはりぜひ見たいですね。そうなると、やはり、75分のオリジナル版が失われているのが、余計に惜しまれるのは、皮肉なことです。ウルトラマン、海の親、つぶらや英治氏、幻の映画、かぐや姫、発見、イギリスで、特撮作品、ウルトラマンの生みの親として知られる円谷英二氏、1970年死去、享年68、が撮影した JO スタジオ制作による陶器音楽映画、かぐや姫、国内公開、1935年、田中義嗣監督、のフィルムが、イギリスで発見され、85年の時を経て、日本に戻ってきたことが、7日に東京国立映画アーカイブで行われた円谷英二生誕120年記念特別イベントで発表された。7月7日は特撮の父、特撮の神様として知られる円谷氏の誕生日で、今年で生誕120年を迎える。かぐや姫は、円谷氏が撮影を手掛けた初期作品で、長らくフィルムは失われていたとされ、幻の映画となっていたが、海外向けの短縮版、1936年作成、がイギリスで発見された。本作は、円谷氏が自作したカメラ用クレーンを使った撮影や、多重露光を使ったシーンなど、革新的な技術を用いた作品となっている。オリジナル版上映時間は、75分だったが、短縮版は、33分。日本からイギリスにフィルムが渡った経緯は、1936年にロンドン日本協会、ジャパンソサエティが、英国人や現地法人向けの上映会を企画し、在英日本大使館に日本の可憐な伝説、童話を題材にした映画が欲しい。と依頼、大使館から相談を受けた外務省が、外郭団体の国際映画協会に作品選定を委嘱し、かぐや姫が輸出フィルムとして確定した。その後、国際映画協会の監修により、冒頭に英語字幕による解説を付した短縮版が作成された。発見の経緯は、2015年5月にロンドン在住の映画史研究家、ロジャー・メイシ氏から、英国映画協会、BFI、日本作の可燃性ポジフィルムが、現存しているという情報が寄せられ、同、10月に BFI の保存センターで、国立映画アーカイブの研究員が、現物調査を実施。その結果、短縮版のかぐや姫であることが、明らかになった。その後、6年にわたる BFI との収集交渉を立て、不燃化したフィルムの里帰りが実現した。この日は、岡島久志国立映画アーカイブ館長、岡田秀則、同、展示資料室長主任研究員、大坊正樹、同、映画室長主任研究員、堀越隆行、つぶらやプロダクション、代表取締役会長 CEO、つぶらや英二氏の三男のつぶらや明が参加した。また、国立映画アーカイブでは、展覧会、生誕、120年つぶらや英二展が、8月17日から11月23日に開催。9月4日、5日には、同所で、かぐや姫の上映会も開催される。